結局だってお酒やめるって言うか言えへんかになってきてしまうからさ、うん、だったらもっとなんか覚悟決めてやんなきゃいけないじゃないのね、誰も何も言えないじゃん。別に杉山さんどうにかしようっていうことも本気で感じられないもんだって。いや、それはある。いや、解散してさ、まあ役者としてやってってもいいけど、二人切り捨てたみたいなイメージになるのも嫌だからってことでしょ、結局。それはない。いや、まあ、7時間見ててさ、いや、もうなんかぬるいなと思ってさ、うん、いや、でもそれは俺たちなりに、それはどうにか再起をかけてやってることなんだ。やってないわ、これは。再起かけてやってる感じじゃなかった、全然。まあでもそれはやってみないとわからないじゃん。どういうこと？わかんない。わかんない。さすがにこんな抱くとしてもいいの、別に。いや、来させられても言うことを言われて、杉山がそれでどう思うかが問題なの。いやー、それを、え、いや、何がおかしいの、お前は。なあ、人が一生懸命変わろうとしてるもん見て何がおかしいの、お前は。キャラでやってんだったらもうやめろ、そんなもん。キャラ不愉快なだけなんだよ。いやいや、だからもう現状維持なんだよな。うん、だったらもう別に解散かけるぐらいやった方が良かったんだと思うんだよね。だからまあ、そう、さっき言っても繰り返しになるけど、それをもう言って言って本当に、で、喧嘩した時にタバコ投げられて、顔殴られて、本当に解散考えて、でもまだ協力してくれる人がいて、やめない方がいいって言ってくれる人がいてってなって、うん、でもなんとなくやけど、このまあ我が家が良くなればと思ってやってるわけよ。そのぬるい、少しばかりの気持ちが繰り返してる。いやいや、さだかお前の意見ね。うーん、なんかさ、もう全部が全部俺らぬるいぞって言われたら、それはちょっとちゃうってことや。まあ別にあれですけどね、これを一番最初放送してもいいわけですから。まあまあ、これが最初でもいいよ、うん、なんとなくそれがあったらこの後のやつも見てもらえてもあれかなとは思うけど。どうも、我が家でーす。よろしくお願いしまーす。お願いします。さあ、この度ですね、はい、この YouTube チャンネルで我が家の新番組が始まりました。やったー。おー、ありがとうございます。まあ、ここ来たはいいんですけども、うん、僕らちょっと何をやるかっていうのを聞いてない。聞いてないですよ、はい。僕も知らないです。とりあえずこの居酒屋から配信するということなんですけど、はい、居酒屋さんね。いい雰囲気の。ね、まあ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 、うん、あ、後ろとか、あら、お、あら、今日に限っては言わせるよって、はい、え、何これ、今日に限っては言わせる、俺言わせねえよ。いや、言わせない。その前にこれ何。いや、俺昔の写真切り抜いてきてるでしょ、これも。そうそうそう、分かる。これも。いや、ちょっとごめんごめん、これ深川さんだ。あれ、本当だ。あれ、ま、これ俺これ深川さんだ。深川さん2個いるの、宴会の人に。深川さんがおかしいから。俺ばっか映ってないかなんか。出ました。で、出ました。スタッフさんにハマってるアピールでしょ今。俺だけハマってますよ、自分から言ったでしょ今。いや、実際ね、杉山さんね、愛されてますよ、スタッフさんに。ハマってるもん。ちょっとこんなに愛されちゃってね。ちょ、あの、俺ハマって杉山が杉山抱っこしてる。めちゃくちゃ愛されてる。あの、俺ハマってるならいいんだけど、うん、いや、出た、18番はい、柳の年が。ちょっと待って、俺やったことないし、俺柳葉さんイメージしてあれやってないから。欲がすごい。じゃあ我が家の YouTube なのに、なぜこんなに俺だけピックアップされてるの。あっちも、あっちもだって杉山の歩みってなってるから。いる。いや、だからハマってるのよ。完全にハマってるの。え、 YouTube を撮ってくださる方に俺ハマってるっていうの。スタッフさんに激ハマりしてるから。いやいや、1個言うよ。俺ほぼ初めての人ばっかりだし。そんなことはない。あと一人だけ、うん、とんでもねえ人いるけど大丈夫。それは言っちゃダメらしい。言っちゃダメな。すごい人だけで言っちゃダメ。すげえ人いるぞお前。そういうとこ、そういうとこ触れるあたりがやっぱハマるんだろうな。ハマるな。これはちょっと今のお前入りに行ったもん。
なんか家に行ってない飛鳥さんに家に行ったね。ほら言っためちゃイケの飛鳥さんいるじゃんってここにあんまり言わないなんでなんちょいいの触れなくてそこは触れなくていいのとりあえずは、うん、まあ、こう居酒屋に来たんでほう飲み物にメニューあるあるねお酒もあるし俺はハイボールがいいかななるほど矢田部さんは僕じゃ生ビールにして生ね生ね次はじゃあ俺もじゃあハイボールにしようふざけんなふざけにしろお前よ我が家さ16年やってきて今の状況分かってんのかっつってんのあの表見てみろお前もうなあ2017年から19年まではい3人の仕事何もしてないじゃん3人の活動がめちゃくちゃ減ってる、まあ、確かに活動は減ってるねな、うん、だから何事も今全力で頑張んなきゃいけないのうん、そんな時に、うん、ハイボールでも飲みながらやろうかなじゃないんだよまあまあまあとは言ったけども、はいはい、一応まあ一杯ぐらいいきますかとりあえずかけ、まあまあまあ、始まったお祝いでもあるし、まあ、そうね、そうねとりあえず一杯いきましょうふざけんなお前はその甘えがさずっとさその通りだよお前声出るんだな本当に舐めてんななあ、ふざけて言ってるわけじゃないぞ、うん、俺これお前のこれ一番やだわマジでちょっと可愛さも残しながらいいじゃんとりあえず、うん、まあ何も知らないとは言いましたけども知りませんこの番組の内容がどういうものかっていうのを、はい、ある方からちょっとお手紙をいただいてるんで、うん、それを読めば分かりますなるほどねその方からスタッフさん経由で僕預かりましたんであ、手紙もらってるはい、それはちょっとこちらでございますなんだろうそして、うん、ちょっと私今裏を見たんですけども、はい、渡辺美樹さんです、社長ちょっと手震えてるからねいやいやマジで美樹さん社長から手紙本当にしかも結構ちゃんとうわ必須でうまじ何怖いなじゃちょっと読ませていただきたいこれ読むの分かるんですよ音読しましょう、はい、我が家の皆様へ拝啓、坪倉義行さん、矢田部志音さん、そして杉山ちょっと何社長ボケるねボケてないいやボケてないじゃんあんま見たことないよ、俺に社長がそんな社長だと思ったらお前そんなこと言えないだろ言うちょっと待ってボケるねって言わないまあ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 しょうがないかはい、杉山はいはいはい改めましてこんばんは渡辺エンターテインメント代表取締役社長渡辺美樹です、はい、ありがたいなさてお笑いトリオ我が家が2003年に渡辺エンターテインメントの仲間になってもう16年の月日が経ちます、うん、中学生の同級生である矢田部と杉山が組んだお笑いコンビルーキーズ、はい、そこへ俳優志望だった坪倉が加わり我が家を結成、うん、小さな劇場から始まったそのお笑い化学反応は瞬く間にお茶の間へと広がってライブはもちろんテレビやラジオでも大活躍することになりました。そんな3人の歴史を私以下社員ともども大変喜ばしくそして誇らしく思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな折先日、うん、テレビ朝日様のロンドンハーツで放送された企画、うん、深夜の家庭訪問を拝見しました。番組は田村敦史様藤本敏文様ら諸先輩方に3人の悩みを聞いていただくという内容でしたがそこでとんでもないことが起こってしまいました。決して彼らの得にはならないことが次々と明らかになりました。杉山の酒癖がすごく悪いこと、また杉山の人間性にも問題がありそうなこと、それによって杉山が坪倉や矢田部だけにとどまらず周囲の人たちにまで不快な思いをさせていること、そして何よりそのような状況にまでなっているのにお酒はやめられない、3杯まではいいですかという杉山の往生際の悪い言葉、さらには坪倉がトリオの解散まで考えるようになっていたこと、大変重く受け止めました。残念ながら番組では結論が出せないまま途中で終わってしまいました。しかしそれはロンドンハーツのせいでもテレビ朝日様のせいでもありません。あの番組を作っていただいたスタッフおよびタレントの皆様にはとても感謝しています。我が家のこの危機的な状況を私たちに気づかせてくれたのですから、
この放送の翌日、会社の幹部会では大騒ぎになりました。これを見たファンの皆様やスタッフの方々は、もう我が家から離れていってしまうのではないか、これからの我が家はどうなっていくのか、杉山に更生の道はあるのか、あるいは坪倉の言う通り、やはり我が家はもう解散するしかないのか、この数年坪倉が、そして我が家が苦しんでいたことに気づいていながらも、3人を預かる社長としてここまで手を差し伸べることができなかった自分を責めつつも、同時に大きなショックを受けました。ただその我が家の明日をどう考えればいいのか、私一人では到底思いつかず、いろいろなマネージャーやスタッフ、タレントにも相談しました。ありがとうございます。すると驚くことに、彼らの口から次々と出てきたのです。そう、杉山の悪口が。こちらが我が家のことを聞くと、みんながみんな杉山の悪口が止まらなくなるのです。それはそれは本当に止まらないです。本当にびっくりするぐらい杉山の悪口が止まらない。もういいよ、それは。めちゃくちゃ押してくんな、お前。分かりました、社長、すいません。ちょっと飛ばそう。だって本当に止まらないんだもん。まあね、そうなのかもしれないけどね。そういうふうにお前が突っ込むっていうことも分かったね。社長は全部見えてます。浅はかだな。もういいよって言うともっと見えない。社長、だからここ点々点でお前のツッコミ上げてるんだ。もう完全に手のひらで、ね、しっかり間があるもん。間がありますね。社長である自分とすれば、それを聞き続けるのは正直とても悲しいことでした、しかし私はみんなの話を聞いているうちにこう思うようになったのです、みんなのこの悪口つらいだろうけど、杉山に直接ぶつけた方が健全なのではないか、そして杉山もすごくつらいだろうけど、その悪口を直接受け止め、それをあえて言ってもらえたことに心から感謝する、これこそが、そう、我が家の明日を照らす一筋の光になるのではないか、私はこの企画が我が家にとって最後のチャンスになるかもしれないと思ってますが、3人で一つの試練を乗り越えることで、あなた方の新たな礎となることを心から祈っています。頑張れ我が家。渡辺エンターテインメント代表取締役社長、渡辺美希ということでございます。素晴らしいね。とりあえずね、本当にありがとうございます。本当にいろんな方が協力していただいて、このチャンネルが出来上がったということでございます。ここの最後に書いた追伸、はい、次のページに番組タイトルを書いておきますと。ほう、あ、杉山本人が大きな声でタイトルコールしてくださいというふうに書いてあります。え、じゃあこちら杉山さんがタイトルコール、なんでこれ関係ない。僕らの問題じゃない。だからそれを踏まえて、これがタイトルです。ちょっとごめん。俺初めてタイトルコールしたくないと思って。でもした方がいいと思います。言ってください。このタイトルコールを俺が言うの。言ってください。タイトルコールまで3、2。ちょっとごめん、ちょっと待って。早いな。これ言っちゃったらさ、始まるよ。坪倉、はい、坪倉。だから始めましょう。社長の思いが詰まってんだよ。いや、それ分かってんだよ、俺も。いや、お前がこれを読まないってことは、今の社長の手紙の内容を理解してない、響いてない、じゃあやめようってことは、下手したら、じゃあやんないんだったらもう我が家はいいですってなるよ。まあね、それは勘弁してよ。それはね、確かに分かる分かる。いや、首だけはマジで嫌だよ。うんうんうん、もう42代、うん、俺何屋さんやればいいんだ。分かるよ、42から何すればいいか分かんないもんね。何屋さんやっていいか分かんない、うん、我が家でやりたいもんな。やりたい、うん、だから言えばいい。もう言えばいい。まあ、もう言った後で本当に嫌だったらそこの時はまた話そう。とりあえず言おう、うん、俺マジで言うとそういうあの尺が長いのは嫌い。なんかこれ分かるけどこれパンっていけないよ。あとこっちだけ指出すのも嫌い。お前さっきからずっと嫌いだな。やるしかないと思う。言うしかない。とりあえずは分かりました。もう大声でね、はい、ちゃんとカメラ目線でね。これ来てますよ、ワンショット。いいよ。
クリステルさんの位置だクリステルさんの位置だからこうやれってことそれで貼るってことねではタイトルコールお願いします。我が杉山の悪口を選考いただくまで帰れない坂野いただくまで帰れない。ほら、言わせるよって言ってるんじゃない。だから言って。本当にお前が無理だったら無理でいいよ。その代わり多分社長はクビだと。俺たちのことをクビって言うと思う。ちょマジでクビだけは勘弁してね。ギリ俺だけ残る可能性はある。それは一応やたべも残した俺はいいよじゃん。最悪やたべ社長とのコミュニケーション不足なんだって。頼むよ3歳の子供がいるんだよ。そうなってくると俺やたべ今背負ってるから。頼む杉山。だから誰が来るかも本当に知らないし。そうだから杉山さんにそれも怖い、うん、だからなんとなく杉山が迷惑かけたなって思う人なんとなく浮かぶでしょ。今何人かは浮かぶ、うん、だからその何人かも行列出してますから。千だもんね。言いたい言いたいっていう。千だもんね。言ってくれるんですから。直接なんか言いたくないよ誰だって。まあそうだね。ね自分だってここに移ってさ、うん、嫌われるかもしんない。うん、ねこいつひどいこと言うなって思われるかもしんない。うんうん、そんなのも踏まえた上で多分来てくれてんの。なるほど。感謝でしかない。そっか。言って、はい、感謝でしかないって言って。感謝でしかない。そうやろう。だから悪口をいただいたらありがとうございますと言いましょうね。それは決まり。あのそっか、わざわざ遠藤遥から来ていただいて時間割いてもらって、うん、そうです。目の前で言ってくれてるからってことですよね。1000回ありがとうって言う1000回もありがとうって言える人生は幸せですよ。確かにね。考え方確かに、あ確かにそうですね。辛い一人でその悪口を言われるのはそれは辛いよ。一人で1日で1000回言われるまででしょ。そうでもじゃあ このこればっかりは、うん、本当にじゃあ3杯までいいって言ったじゃん、うん、飲んどうはず、はい、だから辛くなったら全然飲んでもいいし最初にもお酒置いといてもいい。どうするそれは。それは全然いい。お茶でいきます。ほら、な、飲んで欲しかったでしょ。俺もちょっと覚悟するわ。受け入れる。まあまあ、そうね。俺たちも厄年だもんね、42で。そう、だから、ね、うん、今年42でみんな厄年じゃない。そしたら、ね、この1000個いただいて、はい、お礼を言う、うん、そして新しい年を迎えたら厄が明けるわけですよ。そっか。で、新たなスタートという、それも社長は多分読んでのこのタイミングでってことなんです。さすが社長だね。さすが社長でございます。俺たちのこと役年まで知ってたんだ。そうだ。そっか。じゃあもういろいろなみそぎも含めて。そうですよ、役年ということで。そうそう、もうこれも終わらせてで前向きに行こうと。そうです。はい、大丈夫ですか。で、感謝の気持ちを忘れずに。はい、わかりました。そんで今日ようやく11月3日スタートできるわけです。はい、11月3日でしょ、うん、これある意味ポジティブに前向きに考えたら、はい、いいトリオの品なんじゃない。おすごい。あれ渡部こんなにあれすごい。俺渡部サンガトリオね。今日俺今まで16年やってきて渡部こんなうまいこと言ったの素晴らしい。ピンときた。ピンときた。マジで俺渡部俺頑張るから大丈夫。一回ここ頑張るから次はもう頑張るけど、我が家3人で頑張っていきましょうってことです。そうですね、これ新たな。あああら、ありがとう。早く悪口言わせてくれよ。長いわ、ほんま長い。まず1個目の悪口、長いわ。ありがとうございます。僕、本当に杉山さんを避けて渡辺エンターテインメント9年間やってきてるんで。攻撃すぎて、はい、自分の記憶がなくしてた。こんな杉山は嫌だって。くー絶対すごいあれもう、いやいや、もうマジの名言ってこのえだー失神したのかも。いいもん
信はいいわ。特別なスープをあなたにあげる。あったかいだからつけ、つけだ、つけ、つけ、つけ俺はそんな言い方はしてないよ。殺すぞ芸人やめちまえ。どうやるか杉山、お前最近頑張ってんの？まあ一応頑張ってやりますけどね。こんな YouTube マジで意味ないから本当にだって反省してないでしょ別に。反省してると思ってないでしょ。これで反省して良くなると思ってる。マジで思ってないでしょ。誰も思ってないよな。反省しましたよ。じゃあいやしてねえだろ。